ハルーシアにて連合の君主会議が行われることになった。アルトゥーク伯ヴィラールはテオ・コルネーロにも君主会議に参加するように命じる。ハルーシアへの道の途中には同盟に所属するフォービスとクロービスの2国が存在していた。シルーカはこの2国を君主会議の手土産にすることをヴィラールに進言。ヴィラールはそれを受け2国に進軍、間もなく攻め落とすことに成功する。かくしてヴィラールたちはハルーシアへと到着した。テオは宴の席で連合名手であるハルーシア公アレクシス・ドゥーセ、そしてテオの故郷を圧政で苦しめるシスティナス爵フェデリコ・ロッシーニと出会う。その夜テオのもとへアレクシスが訪れている時にフェデリコに放った暗殺者による襲撃が行われた。この襲撃はテオの命を狙ったものだったが、アレクシス暗殺未遂の席を追い、フェデリコは連合から除名されることになった。翌日行われた君主会議においてヴィラールが同盟との争いが避けられないことを主張した。さらにテオがスタルクで得た証言が決め手となり、連合は正式に同盟との交戦を決定したのだった。テオ様、ご報告です。セービスで大きな動きがありました。聞かせてくれるかい。以前逃したラシック・ダビッドがセービス王の従属君主を倒して独立君主となり、他の独立君主と共にセービス王を討ち取ったとのことです。ラシック、あの人が。我々が一時領地とし、今までヴィラール様の従属君主が治めていた場所にも侵攻し、戦意を奪って制圧。これによりセービス全土はラシック・ダビッドの治めるところとなりました。同盟の動きは。ラシックから同盟へ属する交渉が行われ、これが認められたとのことです。もともとナビルは独立君主との内乱を繰り返しており、全君主を従属させたラシックの手腕を見込んだようです。セービスが同盟であることは変わらないか。今後も動向を探っておいてほしい。はい、承知しました。ラシック・ダビッド、思わぬ強者が舞い込んできた。アルトゥークを攻めるにはナビル殿では荷が重かったであろうからな。それでスタルク侵攻への準備はどうか。もう間もなく整うかと。整い次第出陣する。全軍に伝えておけ。御意。君主会議直前、同盟領フォービス、クロービスを掌中に収めた連合。しかしそれでもなお同盟勢力は強大である。連合は君主会議の結果、勢力が拮抗しない現状のまま同盟と和平を行うことは不可能であると交戦姿勢を取ることを決定。その決定がなされた後、かつてテオが取り逃がした猛将ラシック・ダビッドがセービスの王となり同盟に帰属した。武に長けた君主であるラシックを獲得し、セービスを奪還した同盟は再びその勢力を強め、連合の前へ立ちはだかる。テオ様、ヴィラール様より連絡が入りました。ヴィラール様から。要件は何かな。バルドリンド軍がスタルクへ進軍したとのことです。独立君主を武力で押さえつけに来たのです。それについて協議を行うため、アルトゥークの従属君主全員に一角十条へ出向くようにとのことです。ついにバルドリンドが動き出したんだね。わかった、行こうか。バルドリンド軍に攻められているスタルクの独立君主たちから救援要請を受けた。我々は君主会議の結果のもと、その要請に応じ援軍を出す。では先遣隊はテオ君に任せたよ。承知いたしました。急ぎ準備に取り掛かります。ヴィラール殿、
私も同行してよいと。バルドリンドの重装騎士団が難関の地境をどう攻めるか興味がある。ミルザー殿も一緒に行ってくれるのであれば心強い。父にも兵を出すよう要請だけはしておこう。もっとも間に合うかどうかは分からんが。感謝する。先遣隊か、重要な役割だね。はい、時間をかければかけるほどスタルクの状況は悪くなっていくでしょう。最初に乗り込む我々がどの程度の役割を果たすかが重要です。増援を待っている時間があるかどうかは怪しいところだ。スタルクへ向かうまでの間に領内で兵士を集めていきます。少しでも多い方が戦いの選択肢も増えますので。好きにしろ。では行きましょう、テオ様。あ、目標はスタルクだ。混沌を沈め、秩序の時代を。一緒に行きましょう。先遣隊としてスタルクへ救援に向かったテオたちは、その途中で領地に立ち寄り、共に戦ってくれる兵士を募った。やがて常闇の森を抜けてスタルクを目前とする頃には、テオの軍勢は大きく膨れ上がっていた。常闇の森の住人は声にこそ出さなかったものの、テオの統治を受け入れていたのだった。テオ様のお声にこれだけの兵士が集まるなんて思った以上です。本当に心強いよ。一人一人の気持ちに応えるためにも、先遣隊として良い結果を出さないと。人の心をつかむことについては感心させられる。だが同時にこの者たちの命を預かっていることも十分に覚悟する必要がある。はい、重々承知しています。前方で戦闘が行われています。もう始まっていたか。ほとんどがノルド兵のようだ。バルドリンド軍は他の場所を攻めているのか。急ぎ加勢しましょう。バルドリンド軍が他を襲撃しているなら、そちらにも向かわなくてはいけません。あ、行こう。
姉様の命により相手をしてあげる。 みんな撤退するよ。テオコルネーロ、次に会った時はどちらかの命がついえるまで戦うからね。敵軍が撤退していきます。よし、俺たちの勝利だ。 君主を守ることができた。とはいえまだ終わりではないぞ。バルドリンド軍が他の君主の領地に攻め入っている可能性があるのだからな。今シルーカがスタルクの独立君主に連絡を取っています。バルドリンドに襲撃されていたら直ちに向かいましょう。それにしても気になるな。何がですか？今もノルドとの戦い。 相手はまだ勢いがあったにもかかわらず撤退している。ノルドの兵は死を喜びとし、死してなお戦い続ける強戦士だったはず。
この程度で撤退を決めるなど、それに加え相手は我々が援軍として来たことに動じていなかった。まるで駆けつけることをあらかじめ知っていたかのように。テオ様、緊急の連絡です。現在同盟軍が集結しレガリアを攻めているとの情報が入りました。レガリアが？スタルクで戦闘を起こしたのは陽動だった可能性があります。なるほど、道理で撤退が早いわけか。はい、スタルクの独立君主たちに連絡を取りましたが、バルドリンド軍に襲撃されているとの情報は入りませんでした。バルドリンド軍はスタルクではなくレガリアに向かっている。ヴィラール様は援軍としてレガリアに向かっているそうです。我々も急行し合流いたしましょう。あ、分かった。俺は別行動を取らせてもらう。ダルタニアからの軍と合流し、それから援軍に向かうとしよう。よろしくお願いします。行きましょう、テオ様。レガリアやハマーンが同盟に渡れば、アルトゥークは同盟に包囲されます。スタルク侵攻を陽動とするくらいにレガリアには意味があったということか。はい、そもそもアルトゥークの一角十条は難攻不落の城です。海に突き出しており、陸からは攻めづらい作りになっています。そのため攻めるとしたら海からになるのですが、同盟にはそれに適した港がありませんでした。だからアルトゥークに近い位置の港が必要だったんだね。海からの攻略なくして一角十条を落とすことはできません。それこそ陸から攻めるのであれば、城から君主を引きずり出して。まさかどうかしたのかい？もしスタルクでの戦闘だけでなく、レガリアへの侵攻も陽動だったとすれば、こんな予想は間違いであってほしいですが、急いでラウラ様に伝えないと。私ですわ、シルーカ。ラウラ様、推測ですが、同盟はレガリアンを陽動としている可能性が。そのようですわね。え？まんまといとこ殿にはめられたというわけだ。セービスでの戦い以来だな。テオ様、我々はヴィラール様のもとへと向かいましょう。あっ、全軍進路変更だ。ヴィラール様のもとに急ぐぞ。
バルドリンド軍がスタルクに攻め入ったとの報告を聞き、スタルクに先遣隊として向かったテオたち、バルドリンドの援軍として現れたノルド公の娘ウルリカを撤退させるが、レガリアへも同盟の侵攻があったと連絡が入る。アルトゥーク閣ビラールも援軍として出陣すると聞き、テオたちも同じくレガリアを目指すこととなった。だがスタルク、そしてレガリアの侵攻は陽動に過ぎなかった。同盟の真なる狙い、それはアルトゥークの制圧。テオたちは一刻も早くビラールを救うため、アルトゥークへと進路を変更。そして今テオたちはビラールの元へとたどり着いた。ビラール様、テオ様が到着しました。本当かい？通してくれ。はい。テオ・コルネーロ、参上いたしました。こんなに早く合流してくれるとは思わなかったよ。よほど急いで駆けつけてくれたんだね。ご無事で何よりです。まさか同盟がスタルクだけでなくレガリアまで陽動に使うとは。いとこ殿が一枚上手だったということだ。ミルザー様も軍を率いてこちらへと向かっています。そこまで耐えることができれば。それは心強い。あとはいとこ殿、これ以上の秘策がないことを祈るよ。敵陣にテオ・コルネーロが合流したとの報告がありました。まさかこんなに早く戻ってくるとはな。ウルリカにはもう少し時間を稼いでもらいたかったが、果たしてテオ・コルネーロがアルトゥークの救世主となるのか。我が軍の救世主はどうしている？レガリアからこちらへ向かっているとのこと。わかった。全軍に明日の戦いに備えるよう伝える。御意。またこうして会ってしまったね、いとこ殿。セービスではそちらから会いに来てくれたからな。今回は私の方から会いに来た。できれば戦場以外でそうしてもらいたかったのだが。そのような夢は早くに捨てることだ。これが私の選んだ道なのだからな。だが我々は和平を諦めたということではない。同盟が戦の準備をしている情報をつかんで、和平に応じてくれるまで交戦の姿勢を取ることにしたのだよ。さらにその裏をかかれる結果とはなったが、私は君とアレクシス様に結ばれてほしいのだ。それこそが君の幸せだと思うからね。マリーネ様、私はテオ・コルネーロと申します。テオ・コルネーロ、そなたは？私はハルシアでアレクシス様にお会いし話を聞きました。アレクシス様は今でもマリーネ様のことを愛していらっしゃいます。マリーネ様もアレクシス様を愛しているのではないのですか？そうだとしても私は同盟として戦うことを選んだ。それが私の答えだ。ですが、愛し合う二人は結ばれるべきと私はそう思います。それが許されぬ時代に我々は生きているのだ。マリーネ様、話は終わりだ。決着は戦いの場でつけるとしよう。
シルカ、ミルザー様の軍の動きは？間もなく到着するとのことです。そこまで持ちこたえれば勝ちだね。よし、始めよう。西側より軍がやってきます。ミルザー様か？あれはセービス王ラシックです。はぁ、セービス王ラシックダビッド、今よりバルドリンド軍に合流する。待ちわびたぞラシックド。全軍、セービス軍と協力し、アルトゥーク軍を返り討ちにせよ。おバルドリンドが積極的に攻めてこないと思ったら、どうやら彼を待っていたようだね。セービス軍、来ます。全員、突撃に備えろ。バルドリンド軍の船員団です。3階だ。まとまっていると的になるぞ。でー
その時を待ってたぞ。いけない、隊列を突破されます。フィラール様、ビラール・コンスタンス、覚悟！セービス王、ラシック。甘い！終わりだ！様が来てくれたのか。援軍か。ダルタニア軍が側面より攻めてまいりました。さらにレガリアからも連合の軍が向かっているとの。時間が来てしまったか。しかし同盟はアルトゥーク伯ビラールに手傷を負わせた。我々の力を知らしめるために戦果を上げたといえよう。バルドリンド軍およびセービス軍に撤退を伝える。よい。バルドリンドとセービスの軍は撤退し、レガリアを攻めていた同盟軍もまた引き上げていった。重傷を負ったビラール・コンスタンスは契約魔法師ヘルガ・ピアロザの手当てを受けていた。ビラール様、ヘルガ、ビラール様の様子は？一命は取り留めた。シルーカの応急手当のおかげ。よかった。ビラール様とは話せるかい？本当は安静にした方がいいけど、ビラール様があなたたちに話すことがあるようだから。わかった、話を聞こう。心配をかけたようだね。ビラール様、ご無事でよかった。今回は我がいとこ殿に乾杯だ。セービスでの貸しを返されてしまった。大丈夫です、まだアルトゥークがありますもの。そうだね。ビラール様、私はもう前線に立つことはできないだろう。え？それはどういった意味でしょうか。シルーカとヘルガによって傷は癒えたが、私が負わされた傷は思ったよりも深くてね。まさか後遺症が？ああ、右足がうまく動かない。指揮は取れるだろうが、いざという時に動けなければ戦場ではお荷物だ。しかし私はまだアレクシス様とマリーネが結ばれる未来を諦めてはいない。はい。ここで相手の勢いに飲まれず、同盟に圧倒的な勢力差をつけ和平交渉を持ちかけるべきだろう。でしたらまずはブルタバとオゼールを落としましょう。目下の敵となるのはセービスですが、
バルドリンドからの援軍も考えられますので、孤立させるのが先決かと。私が説明するまでもないな。今後の作戦はシルーカの言った通りだ。そして指揮をテオ君に頼みたい。俺でいいのですか？君とシルーカなら私の意図を汲んで動いてくれるだろうからね。わかりました。慎んで拝命いたします。レガリアとキルヒスにも援軍を出すよう連絡をしておこう。彼らと協力してことを成してくれ。はい。アルトゥーク伯、ヴィラール・コンスタンスの剣として必ずヴルタはオゼールの二国を攻め落としてみせましょう。テオ様、レガリアのセルジュ様と契約魔法師のエレット様がいらっしゃいました。貴公がテオ殿か。私はセルジュ・コンスタンス。ヴィラール兄上の願いにより援軍に参じた。セルジュ様の契約魔法師のエレット・ハルカスです。この戦いは兄上の負けを払拭するための戦いでもある。協力してヴルタバを攻め落としましょう。セルジュ様、意気込みは素晴らしいですけど、ちゃんと策を講じないと失敗しちゃいますよ。そこはいつも通り君を信頼することにする。調子いいですね、いつも通り。お二人とも頼りにしています。はい、それではテオ殿もご武運を。もし自分の意見を持ってほしいんですけどね。やっぱり契約先を間違ったかな。いろいろな君主と魔法師の関係があるんだね。ええ、私も少し驚きました。さあ、それでは進軍を開始しましょう。あ、出発だ。レガリアの統治者セルジュ・コンスタンスらと共闘し、テオたちはヴルタバを攻め落とすことに成功。そして次なる目的地オゼールへとたどり着いた。テオ様、キルヒスのソロン様がいらっしゃいました。待たせたな。いえ、援軍に来ていただきありがとうございます。ソロン様、あちらの樽は何でしょうか？爆酒だよ。出陣前に必要だろう。はあ。一杯の爆酒は戦場での活力となり、心地よい高揚と勇気を与える。なるほど。この酒を飲み仮面をかけることで我らは無敵の勇者となる。いかなる矢も刃も我らを害することはないだろう。では開幕の時を待つとしよう。劇場をソロン、その名にふさわしいお方でしたね。ああ、どこまでも響く声だった。あの声は兵たちを勇気づけるだろうね。ええ、さて私たちも準備を進めましょう。その後、テオたちはキルヒスの劇場をソロンと共闘し、オゼールをも制圧。ヴルタバ、オゼールの二国を掌中に収めたことで、連合は見事戦況を巻き返したのだった。おめでとうございます。ヴルタバ、オゼール両国は連合の支配下となりました。これで連合と同盟の戦況はほぼ互角。あとはセービスを落とせば流れは連合のものですね。それでヴィラール様から一角十条へ来るようにと連絡を受けているのですが。次の作戦の話かな。
早速向かうとしようか。ブルタバとオゼールの2国攻略、ご苦労だったね。これでセービスを孤立させることができました。次はいよいよセービスでしょうか。それについて話があるのだが、テオ君、システィナへ向かってみないか。君たちが二国を落としたことで、私の負けは帳消しとなり、連合と同盟の勢力は拮抗。これによって両勢力とも安易に手を出せない状況となった。システィナへ渡るのであれば今が好機なのだが、どうだろうか。テオ様、ご好意に預かりましょう。知るか。今後同盟との大きな戦いが始まってしまえば、我々が大陸を離れることは難しくなってしまいます。システィナに渡れるこの機会を逃してはありません。今こそ故郷を救うという夢を実現させるんです。しかし、ヴィラール様を残していくなど。気遣いは嬉しいが、それには及ばない。心強い仲間が来てくれたのでね。入ってきたまえ。久しぶりだね、シルカ。マルグレット先輩、今までヴィラール様を支えてくれたこと感謝するよ。でもどうして。ミルザー殿から私の怪我の話を聞いたらしくてね。周囲の制止を振り切って駆けつけてくれたんだ。ミルザー様からもぜひにと推薦されましたので、大使様からの命に背くわけにもいかないでしょう。そういったことでこちらのことは心配いらない。わかりました。必ずやシスティナを解放し戻ってまいります。ああ、吉報を待っているよ。さて、システィナへどのように渡るかが問題ですね。船となると多くの兵を連れていくにも限界があります。いや、システィナに渡るのは俺やシルーカ、アービンたちだけだと考えているけど。私たちだけでシスティナを相手にしようと。もちろん、システィナを解放するのに兵は必要だ。でもそれは外から連れてきた兵ではいけないと思ってる。俺は力でねじ伏せるためにシスティナに行くんじゃない。それだとシスティナを解放するということにはならない。システィナの領民自身が立ち上がり、ロッシーニ家の統治に抗ってもらいたいんだ。無茶なことを言ってすまない。いえ、素晴らしい考えだと思います。それでは我々だけで行きましょう、システィナへ。